橋本このシュートはどうだ、決まった、これで橋本通算の1000得点達成です。整えることができましたね、うん、ファジーカス外から3を決めた。長江空いたボンズダンクです。振ってテイラーからファイパープール、ウィリアムズ、田島へ、田島スリーポイント連続で来ました。田島あっという間ですよね、ボールは田島スイッチしています。川崎です。テイラーが決めました。これは強い、角度のないところ、テイラー、ジャワット・ウィリアムズスリーポイントはこぼれたが、ファイパップルオフェンスリバウンドからこぼれてフォローしました。 N1今の、まあ、距離ありますけど、今のだったらジャワット入れますからね、距離3自体、ね、今のもほぼ入りかけての、はい、テイラー対青木、ファイパプムールが倒れている。橋本、あっとここはブザーが先か、どうでしょう、カウントになりました。今佐藤ヘッドコーチはノーバスケットだろうというアピール。青木前半終了1回カウントです。青木はおそらくキャリア2度目でしょう、ブザービーターです。ここで前半終了、スリーポイント合戦とはなりましたけれども、青木がブザービーターを決めて、熊谷ファジーカスで、ファジーカス決めた。今日初めてですね、あの形は。テイラー、橋本のスクリーンを使って、おー、テイラークロスオーバー決めた、スリーポイント。ショットクロックがここで10秒、増田が行く、増田が決めました。あ、タイム忘れましたね。おっとボールが、おっとボンズが奪って、ただ1本だ、ここでオフィシャルタイムアウト。増田からボンズへ、やっぱりここがちょっと空くか、ボンズ決めた、リバースです。藤はピックを呼んで、パスフェイクから藤井、うわあ、はい、橋本、中が空いた、また同じパターンだ、同じパターンだ、これが 0.1 秒。おっと2投目は落としましたが、ジャット・ウィリアムズが触って時計が動きました。